円通寺の軒木河原通寺は、堺市北区にある高野山真言宗の寺院。行記が解散した、無本寺であったが、元禄四年に、高野山真別所の末寺となった。足利鷹氏が、祈願書としたとする証文も残っている。今井早急書札止めによると、炎通寺修装五六十人あり寺領ももう一とあり、との記載がある。現在は、小さな道具のみが残っているが、 かつては大きな敷地を持つ寺だったようである。古は、二エはを尊せ氏という、境内は二百七十四坪を有し、本堂、栗を尊すとある。無重の寺であるため、近くの公明院が兼務している。観音菩薩立像をかつて円通時に、客物として安置されていたが、現在は堺市の所有になっている。一木像で、造庫は七十四点零センチメートル。 溶剤は、白断と鑑定されており、日本に伝存する、断蔵としては最古に属する。断蔵とは、本来は、香木の白断を用いて作った仏像を指すが、日本では蚊帳の大溶剤を用いた像のことも、断蔵と呼んでおり、木目の美しさを活かすため、目、唇等以外には、彩色を施さないのが通例である。本像は両肩から、先と両足先を結出する。 頭部の大きなプロポーション、扁平な肉付け、腹を突き出し気味に直立する、ポーズなどは古様で、制作時期はアスカ時代、7世紀後半と推定される。平成2年6月29日、重要文化財に指定された、円通字外覧の造花、ありがとうございます。